と今日は森林寺店のヒレカツ定食、今日4月26日の夕食になります。続いてこの方の登場です。高田くん。行ってみよう。こんにちは。こんにちは。今回ご注意を伺いたいんですが、東京にも沖縄にも緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が
だけどね、やっぱり木曜日は全国的なね、まあ、いったいなしょうゆね、you
ぱいでしょう。うん、結構あったね、車ね。職人が来てるんでね。ああ、そっかそっか。だからナンバーが作ってのね。そうそうそう。いっぱいだって行った時ね。だから仕事が終わってくると。泊まりや、そこ泊まり。泊まる。サンクル。ルートいいか。ああ、そうなんだ。じゃあ、あそこの工事じゃなく。今、ワンツーツーすごい住宅らしくだね。ワンツーツーのどこ工事してんの道路ハニュ違うよ。建売りいっぱい作ってるんでしょ。ああ、あの関東ホームのね裏側っていうかさ、あの辺すごい、うん。あ、それでかい。あ、そうなんだ。そう。へえ。それでそれ決まってるんだ。うん。建築らしいみたいよ。あのこれ関東ホームのね反対側っていうかね裏側ね、すごい住宅地。へえ。あ、そうなんだ。あ、それでかい。車いっぱいあってね、だからいっぱいだ。いっぱいあるけども、フルは混んでないんだよ。だから仕事行ってる。トラックで行っちゃってるからね。そう。あれか。だから、落ち着いてるから戻ってくれたよ。今日お風呂入るんじゃない？なるほど。で、部屋は長期で契約してるんだ。長期の方が、電波が安いからね。そうだよね。あ、そう。だから、泊まり組なんじゃない？って言ってた。あんた駐車場車がいっぱいかなって思った。お風呂はいないで。お風呂の人じゃないんだよ。いないんだよ、そう。ね、知ってる。いっぱいだよね。長野県の車が多いね。この前のボイラーからないと、長野県がいた。あったね。あ、本社どうなの？本社って。本社って本社どうなの？本社どこなんだろうね。あちこちあるけどね、あの店っていうかね、ルートインがね、どこでもあるで、大体。東急インとか、東横インとか、東横インもあるけど、ルートインは結構あるよね。あるあるある。3もあるで、55人。55あるよ。あるある。あそこのとこだよ、あの、ヤマトっていうのはラーメン屋。55から降りたとこ、カインズホームへ行くとこ55から3号の55行って、こっから行くと、うん、で左速度っていうか左に出て、あのカインズホームっていうかあっちほら、あ、できた、行くで、警察署があるんだ。そうそうそう、この手前の方のすぐだから曲がってすぐ左か、新しい店舗で。バンリアに移ったんだって。うん、バンリア移ったんだって。あれ、わかんない、気がつかねえな。あ、そう。誰か言ったよ。で、その、ヤマトっていうのも、前のとこと変わったんだって、何ヶ月か前に。新しい店舗。あ、そっか。うん。で、あとはね、大山ってなんだけど、うん。そこはでもそんなんじゃなかったね。5時から開店で、いなかったね。そんでもよ、その、ヤマト、今日はすごかった。すごい。ナンバーあちこちのナンバー。そんな有名で。いっぱいあった。だってそのなんだっけ。南石油が入る。あそこから。うん？南石油が入る。30から40近くかな。南石油が入るで。そこで待ってるんだ。小倉屋なんかだってね、いないよ。だって夕方5時頃じゃねえ。そこ。小倉屋。全然いねえよ。15人かそこらだよ。まあ、土日の昼間はでもいるよ、昼間は観光バスなんか俺今富士があるからほら、そうだ、来てるけど、そう。で、ヤマトはナンバーワンだ。今はそう見て。何店舗か俺もちょっと書いたんだけどさ。何年ぐらいやってるんですか？もうでも2ヶ月ちょいだよ。ヤマト？いや、あ、そこんち。そこんちは前は違う店でやって。残りたくないのに若い人ばっかりでやってる。そうそうそう。で、青竹市とかって書いてあって、若い人ばっかり。お客さんも。お客さんも。俺らの犬や。70年の犬。気になる人で調べてくれた。見て、あとはそのグルメの評価っていうかさ、あれを見て。グルメだけで。そう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 。で、あそこはでも3点いくつだったかな、4点4点があったのが言ってた人だったんだけど、じゃあ知る定食なんかやってないね。うんうん、
ラーメンは麺量が多いけど、ラーメンは味と、塩、いろいろメニューでも結構多いけどね、トッピングだね、でもラーメンが多い。餃子は3個と5個あるのかな、大きいで。あ、餃子もやってるんだ。大体ラーメン頼む人は餃子頼むよ。じゃあ1時間じゃ食えないじゃん。どうなのね、昼間はすごいんじゃないの、この5時半にいっぱいだからさ。5時半でいっぱいか。出てくる頃はもう外の椅子、あの椅子に座ってるもん。それが10人ぐらいだったかな。何部が休みなんですか。あれ休み何部だったのね、まあ、調べれば分かるけど、それもこれが15分ぐらいだったけどさ、すごいよ。250件あるとラーメンやってるの。あるでしょうね。そうだね。ただ子供小さい子連れてる子、1歳なんか2歳ぐらい連れてる子が2人ぐらいいたんだけど、だからあの辺はだから地元だね、近くだね。そう。大変だ。ごまラーメンやってたよ、ごま。どうやって、ちょうどテレビバナナなんとかなんとか、そう、うちの嫁さん見たってさ、手紙の嫁さんが見たとかってこんな言ってみなって言われたけどさ、あれ、なんて店だっけな、なんとかってな、これ忘れちゃった。ごまラーメンでやってたんですよ。ごまうどんっていうのあるけどね、数にね。名前本当に、メッセージご紹介します。今日も三輪さんの解説に一の恵比寿給与も電子化そんな感じだ。一の恵比寿まだ新しいような店だった。寂しさを感じてしまった。そう、芸能人がして、やってた。ああ、なるとすごいよね。東京から行った大和ってんだって。こういう色紙がさ、有名人の芸能人の色紙が5、6枚ずっと貼ってある。ほんで行くと、剣をって、で名前書いておいて、でそこで注文もらっちゃって、それから南蛮の行くから。で、カウンターもあるんだよ。カウンターはそんな何、15ぐらいあるかな。じゃあ、らしくと。迎えちゃダメだ。だからテーブルもある、テーブルっていうかさ、座敷もあるよ。マスクしててダメだね。あ、そうそうそう、俺なんかテーブルだったんだけど、座敷だったんだけど、それで座敷、それでよかったんだけどね。あ、兼用もするんですか。そう、そう、じゃあ熱がある人は泊まられちゃうんだ。そうや、おぐらいは手やな。え、手やな。おぐらいや、おぐらいや。アルコールじゃないの。それならアルコール、両方ね。手やなくて紙を拭いて、それがアルコール。これ見てるから。東京は8度、今朝より1度低いでしょう。そして長野はというと0度まで下がるそうなんです。0度まで下がるってね、雨が高騰だよね。そんなに分かるからね。夜はあんまり遅くやってないね。本当ね。あれ
れ 8時までって7時かな、7時から8時だよね。そうだよね。うんうん、遅れは何時だっけ、7時ですか、7時、遅れは、うん、7時がおかしいね。うん、あ、じゃあ5時半いっぱいだから、あのそこの今言った大和はさ、だからお昼時はすごいと思うよ。すごいよね。遅れやって土日の昼間はすごいもんね。150席ぐらいあるもんね、あそこは。モルテアはもうダメ。あ、モルテアもまだ行ってないけど、モルテアもそこ、縦通り？違う違う、総本店がある。総本店。あくもまあまあまあ人気の方ね。そうだよね。うん、あと何かな？天狗の親さんが好きで修行したんでしょ、モルテア。誰か？天狗の親父の。天狗ラーメン。天狗は平野さん。あ、平野さん。あ、平野さん。あ、平野さん。で聞いたよ。波は小笠原で4メートルで、天候並んでるんでしょ、うん、冷たい、冷たくなってます。丸や2週まで乾きやすいでしょう。いろんなのやってるから、とんかつとかそういうのから、天候はいろんなのから、ちょっと野菜炒めて、向こうでやってた時は、出前してたよ、出前やった、いるもんって、はい、4人前してたんだよ、うん、ああそうね、映ったからね、あそこね、うん、映ったからね。でジャンプラーメン店があった、昔。全部食い切ると無料。でも、3杯分はあるかな。上に紙が書いてあるんだよ、名前って。うん、そのところが高校生からそう食ってるからさ、あれ糖尿のやつや、そんなのそう。そうだよね。高校生からなんかとにかく何言ってんの、ニュースキャストとか、うん、クリノキッチンが最初の発症から20年が過ぎると見学されるのは当然者、群馬も増えちゃったからさ、うん、こんばんは。40人も4月26日月曜日のニュースキャストです。今日はまずこちらのニュースからです。30人だったね。そう、群馬30人だね。また新たに2人の変異株の感染者も確認されました。うん、今日県内で新たに感染が確認されたのは10代から60代までの人だ。うん、昨日3人だよね。うん、うん、毎日出てるね。あ、出てる。上の方は寝てるな。山火事は消えたんですか。もう消えたでしょ。消えた。あれ緑市。ここね、消えた。ん？山火事、あの緑市。消えた。うん、消えたっすか。そっか。草木ダムの水をさ。草木ダムのちょっと先だろうね、割とね。もうテレビだった、過去。うん。あの人は死んじゃってよかったな。最近は住宅燃えちゃうち。うん。大変だよ。うん。ね。大田バイバシだわ。うん。ラスターだ。市ではクラスターが発生したと見て調査し、昨日まで令和の市に、さらに前橋市でも、すでにクラスターが発生したと見られる市内の人は、整理しきれないんだ。これ、一着らが10人で、1人死亡。この企業の感染者は、隣の京田町は2人。ちょうど2人だけだね、今までに。うん。ええー。
はい、ごちそうさまでした。美味しかったです。大田市大原町の自宅で生後7ヶ月の。じゃあもう